注意、この動画には以下の成分が含まれています。それでも良い方はご視聴ください。また対戦相手の誹謗中傷はご遠慮ください。イバミが。猫の手奉仕。小さくなる。受けループ。催眠。このポケモンたちは一度ハマったら抜け出すことが困難な戦法を使用する。底なし沼より深く、勝利という光さえ届かない、闇へ。あるものは真正面からの突破、またあるものは柵を巡らせ突破している。ならば私は、目には目を、歯には歯を、闇にはさらに深い闇で飲み込もうではないか。どうも皆さん、3ヶ月ぶりのこちらのシリーズです。ウプ主の猛と、ボーマンダ。今回ボーマンダの出番ないから留守番ね。いきなりすぎるんだよわー。ということで今回はボーマンダに変わりまして。やっほー、バンギラスが左下にいるよ。あまり長くなるのもあれなので早速パーティー紹介に行きます。ドドン。簡単に紹介すると。壁を張って、積みます、舞います、舞います、積みます、積みます。1体なんか変なものが混じっているけど、まあ気にしないでね。まあ普通は気になるよね。空対戦で出したら行動を即決していたお相手が悩む程度には、まあその辺は試合を見てください。それでは、新メガポケを踊り狂う。ウィズラティアス、レッツダンシン。それでは1戦目のお相手は、やばいやつ、投資、やばいやつ、膝割れろ、なんとか自信耐えれる、どっちに進化する？さて、マリルリどうしよっか。ぶっ刺さりじゃないですか、やだー。とりあえず壁を張らないことには始まらないからクレッピー先発で、パルシンの通りがいいから選出して。ラストはナットレイが重いからローブシンだね。いやバンギラス行ってこい。え、なんて？相手のパーティーあまりにも物理型が多いから、多分あれはワイだ。そう言われるとそうだけど、他のポケモンに対してあまりにも刺さってないような。選出ポチー。うわあ、勝手に決めないでよー。割と真面目な話でこのパーティーでフェアリーの対策って効果力で倒すってことなんだよねー。それは普通対策って言わないよね。それでは、対戦よろしくお願いします。さて壁から始まるパーティーなので先発はクレッピでいきますよ。そのせいでボルトロスがものすごく投げられるんだけどね。それでリザードン対面はどっちから張るの？どっちも張りませんよ。え？リザードンが出たら電磁波して退場するだけです。随分割り切ってるわね。そもそもリザワイの破裂火炎放射なんて壁張っても耐えないんですけどね。まあ言ってるそばから Y なんですけどね。これで X だったら相手全員物理まであるわよ。装飾マリルリア特殊版に、両刀馬車かもしれないけどね。さてこれでクレッピの仕事は終わったようなものだけど。ちぎれてくれないかなチラッチラ。そんな都合のいいことなんかないわよ。期待はしてなかったけどね。お疲れ、クレッピ。優しいクレッピーなのにいつもごめんね。優しいクレッピーって何？威張らないクレッピー。あ、はい。じゃあ行ってきます。クレッピー、それでは日が代わりに帰りますよ。なんだかんだでこうやって手持ちに入ってるのは久々だね。そうっすね。久しぶりに戦えて嬉しいっす。ならばこっちは動画8だ。行くぞバンギラス。一番最初の動画から出てついに。ついに。進化関西中、メガバンギラス。おお、改めて見るとメガ進化ってかっこいいっすな。世の中にはお腹の子供が出ただけのメガ進化だっているんだぞ。さて、マリルリが出てきましたが。やることは変わらないよね。そうですね、10枚からの全抜き。行きましょう。え、待ったところでナットレイを倒せるんすか？最悪パルチェンの圏内に入れてくれればいいよ。それはそうと、マリルリは悪女を打ってきたか。これで身代わりは消されるっす。行くよ。3分頑張ってやる。ところでなんで交代際に身代わりしたの？あのまま待っちゃってよかったんじゃないの？知ってるか？身代わりの気合玉で砂込みのメガバンにでも落ちるんだぜ。知恵。ところでこの体力で悪女耐えるんすか？ハチマキじゃなきゃ耐えるんじゃね？そんな無責任なこと言わないで。
出すよ。こうなったら気合で何とでもするわよー。吹っ飛びなさいマリルリー。やるじゃん、バンギラス。私だってモー君の相棒と同じだけの力はあるわよ。メガシンか。欲しいっすな。いやいや、お前はそれでも十分だよ。メガ進化して野郎のハチマキぶれば耐えたらどうなんのよ。最高っす。まあ第7世代でもないだろうな。あ、バンギラスが来たから自信ね。わかってるわよ。あれ落ちた。耐久には振ってなさそうですね。この状態でも H ぶりならガブリアスの自信を耐えるからね。さて、あとは SG を当てるだけだけど、きっちり3立てで決めてやるわ。外した方が動画的には面白いんだけどな。バンギラス、外した方が動画的には面白いですよ。私そんな芸人じゃないし。裏で急所で壁貫通されて落とされてるんだよな。これで最後だ。わお。これがメガ進化の力。それでは対戦ありがとうございました。それでは2戦目のお相手は膝故障しろ、はぶられ御三家、刺さらないことがない、主人公より多くなった、刺さらないことがないやつ。まあ、モルフォンとラティアスを出せるようなメンツじゃないから留守番で。私もパスでいい。まあ、マニューラ以外には一致弱点取られるし、そのマニューラにも蹴たぶられそうだしね。まあ、消去法で決まるのだけど。先発クレッフィ、後続にパルチェンとローブシン、これでいくよ。うっす、腕が鳴るっすよ。それでは、対戦よろしくお願いします。壁から始まるマイパーティーの先発は優しいクレッフィです。お相手は韓国語でわかんないや。バシャーモですか。バシャーモなら壁を張ればフレドラを耐えるので壁から入りましょう。おばしが来たら自ら起点になってくれるなら大歓迎ですよ。それでお相手はメガバシャーモですか。本当に耐えれるの。壁込みでメガリザ X のフレドラを耐えるはずなので多分、まあ落ちても最低限は仕事してくれましたし。えらく発言がブラックだね。基本壁張りは張ったらすぐに落ちてほしいものですよ。確かに危険にはされやすいけどね。さて耐えたので電磁波を入れて退場としますか。巻きさえ入ればパルチェンが動きやすくなるもんね。おっと、交換ですか。これは電磁波を読まれたのかな。電気向こうのマンムーが出てきたということはそうみたいですね。それでは光の壁を張って退場しますか。お相手さんも素直に自信で落としに来たね。お疲れ、クレッチ。さて、最高の起点ですね。行ってきてください、ローブシン。うわぁ、三河屋です。壁もあることですし、遠慮なく積んでいきますよ。うわぁ、あ、危なかった。ちょっとアグレッシブなお相手さんですね。もう、南に力が同じしてくるぞ。いや危ない危ない。ゴミの中で眠ってよね。じゃない、コツメでもないということはラムかな。ラムはスカーフじゃないならそうかもね。わしの次の相手は誰じゃ。なんか性格変わってない。昔でも思い出したんじゃないかな。さて、3体目はマニューラでしたか。ランドロスとガブリアスはパルチェンがいるから出てこなかったようだね。じゃあ残りはローブシンでなんとでもなるね。わあ、玉猫騙しでも8しか減ってない。壁と防御1段階アップだからね。ダメージはこんなもんでしょ。正々堂々戦うか、この子分が。今ので何体のマニューラが飛んだんだろう。言っても2体くらいだよ。威力40の技で2体も飛ばすなんて十分おかしい火力なんだけどな。さてラス1のバシャーもですね。もうここまで来たら勝ち確だね。膝急所で突破されて、パルチェントの守るとカラヤブの読み合いに負けなければね。ルーズはカドーバー、耐えてからで直してこい。わぁ、一発だよ。しかも、体力全開したし。ん？さっきから暴れたぞ。それでは、対戦ありがとうございました。3戦目はバトルビデオですよ。それでは、お相手は、ゲンガナンスポリツ？ニンフィア、マリルリ、リザードン。これはたくさんいますねー。確かにフェアリーがたくさんいるね。いえ、モルフォンの起点か。ということは先発クレッフィ。
後続にラティアスとモルフォンでいきますよ。やっと動画の主役の登場だね。それでは対戦よろしくお願いします。いけ、過労死はフクレッピ。前出率ほぼ 100% だもんね。お相手はミンティアですね。まずは光の壁から張りましょう。じゃないとラティアスが飛んじゃう。ミンティアはハイパーボイスですか。瞑想もメガパもなさそうだね。壁がある割には入りましたね。メガネでしょうか。一応マリウリがいた時のためにリフレクターも張りましょう。ハイパーボイスで突っ張ってきたということはメガネ確定でいいかな。そうですね、メガネと見て動きましょう。電磁波で行動も制限しておきましょう。これでモルフォンで積む準備はできたね。次のターンはモルフォンに交換してガンガン積んでいきましょう。ではモルフォンに交換です。切ってきてください。モルフォン、あれ、お相手も交換してきたね。さすがに無理と思ったんでしょう。出てきたのはポリゴン2だね。ダウンロードで上がるのは攻撃です。あなたも危険ですよ。ポリゴン2、電磁波回避のために身代わりです。よくわかったね。まあトラータ撃たれても身代わり残ると思ったし。また交換だ。マリウリでしょうか。ゲンガーだったね。これはまずいですよ。で、何がまずいの。ゲンガナンスのゲンガーは、あ、ホロゲンだね。早く倒さないと滅びの歌で全滅だ。バトンタッチでラティアスに引き継ぐぞ。特定影踏みだろうが関係ない。逃げるとモルフォン。意外とモルフォンのバトンって読まれないよね。意外ってレベルじゃなくてマジで知らない方が多いだろ。そりゃまあね。さあ主役の登場だ。行ってこいラティアス。やっぱり滅んできたよ。バトンのおかげで素早さはこっちの方が早いから、上から殴られる心配はなくなったから、強気に攻めていってもいいね。進化無限流メガラティアス。それじゃこのターンは守るに合わせて。お、合っているね。瞑想します。この瞑想ってやる必要あるの。超前一回のアシストパワーでメガヘラクロスが落ちなかったことがあったからね。これでアシストパワーの威力は120、さらに特攻も2段階上がっているから。ゲンガーに対してはオーバーキルすぎるよ。ほら逃げたじゃん。あれ、これ交換先のポケモン落としたらヤバいのでは。落としたら死に出しでゲンガーで手守ってきて。あ、攻撃できるやつがいなくなって終わりだから、ポリゴン君耐えろ。あ、危なかった。敵のポケモンを応援しているなんて。とりあえず壁がなくなったからクレッピに交換して張り直そう。お相手さんも交換だね。そりゃあ特防2段階アップで身代わりが残ってる状態のラティアスには何もできないだろうね。それにさっきのターンに座ってたら滅びの歌でラティアスは落とされるから、そうなるとゲンガーはいらないだろうから、ゲンガーを出してきたんだろうね。ただゲンガーに麻痺を入れればこちらとしては有利になるからね。逃げられているんだけどね。すでに電磁波を見せたから警戒はするだろうね。うん、だから麻痺しているミンティアが出てきたね。多分撃ってくるのは背後だから、ここはモルフォンに交換しようか。超前を積みに行くのね。お、無償降臨できたね。じゃあ遠慮なく積みに行こうか。いや、ここはゲンガー交換読みでバトンタッチをするよ。あの、お相手交換してないんですが。なんか言ってよ。とりあえずクレッピ出します。サイコショックを持っているからミンティアの前じゃ悠長に詰めなくなったね。と言ってもクレッピ失ったらゲンガーに歌われて終わりだから交換しかないよ。でも、麻痺バグしなかったらモルフォン落ちちゃうよ。って、あれ？普通はあそこはラティアス交換を読むから、ここはポリゴン2交代を。読んだの？読んでません。偶然こうなりました。
とにかくこの対面になったから積んでいきましょう。電磁波は？さっきの対面で身代わりで回避されたので撃ってこないでしょう。そしてこの能力上昇のテロップが長い。3つも上がるからそりゃ長いよ。それで、ダメージはどのくらいかな？硬すぎ。と言っても、特攻無ぶりなら壁と特防アップでこんなもんじゃないかな。あ、ここはゲンガー交換読みでバトンします。あいえー、ニンフィア、ニンフィアなんでどうするのこれ、グレッピにでも引く？ここはラティアスで行こう。でも今さらグレッピに交換しても無駄にダメージが蓄積されていくだけだから、壁があるうちにもう1回積んで勝負を決めに行こう。というか、これ一応バトン構築なんだよね。なんでこんなに交換戦してるの？ホロゲンを舐め切った結果がこの交換戦です。普通はソーナンスを見たら積みに行くなんて考えないんだろうけどね。なんせモルポンの特性はミラクルスキンだから気合次第ではアンコールを避けるんだよね。残ったー。やばい、背後で落ちるなんてことはありません。これで落ちたらそれはそれで動画的には美味しいけどレート的には全く美味しくないからね。まずは1体だ。残りは体力が削れたポリゴン2とゲンガーだけだけど、アシストパワーの威力は最初にポリゴン2に打った時と同じ。さらに今日の前で素早さアップしているからメガゲンガーも抜いている。つまりアシストパワーは外れることはないから価値格だよ。そしてポリゴン2も突破。あとはエクサー弱点のゲンガーだけ。長かった戦いもこれで終わりだ。なんだかんだで最後はバトン構築らしく感覚で終わったね。それでは対戦ありがとうございました。図鑑ナンバー380。ラティアス、初登場作品はポケットモンスタールビーサファイア。映画では水の都アルトマーレの守り神として登場した。今作にて初の純伝説ポケモンのメガ進化を、ついの存在となるラティオスと共に習得。あなたの思い、夢となって消えていませんか？専用技へ。すまん、ご視聴ありがとうございました。次回まで、ゆっくり待っててね。